濃い反応が下、青い反応、要は赤、黄色、緑、青っていう順番で薄くなるんで、遠いところの反応ですから、今黄色と赤が非常にあるんで、自分の真下に魚が来ているという証拠なんですね。これ魚が多分搭載ですね。いや結局群れなしてるんで、下にフォンデックス下にあんまり通さないんで、戻りが大きいところに赤く反応になりますから、群れがやっぱり濃いっていうことですね。単体だったら一匹がボワッてこうモワッてこう出てくるような。書いてないです。これ金属の単純に針だけです。針で動き方変わるんで、こっちの方がやはり釣れるっていうのは、アクション、こういうアクション系よりも、こうふわーふわーっていう落ち方の方が杭がいい立っている証拠ですね。離さないですよね、金属は。で、当たりが出てからも持ち上げても魚がついてきてるんで、当然あの群れの方から外して巻き上げますから、釣り方としてはあの他の魚に警戒心を与えないような感じで釣れるという、なら落として入れパクっていう状態があるんですね。続くってことですね。追わせるっていうよりも持ち上げて、あ、取れちゃった。持ち上げてスイッチ巻いて針をかけると、止まりましたね。割れた反応があるからちょっと怪しいのも怪しいですけどね違う魚がドンって